今回は横芝光町園です。国道126号線と並走して総武本線が走り、この横芝駅がです、ね、中心部となっております。操作市や山武市と同じような地域のです、ね、地形の傾向で、駅からです、ね、海岸にかけてが九十九里の平野となっておりまして、そこから内陸部にかけては丘陵部という形になっております。 調子連絡道がですね、横芝の辺りから出ているという形でこの辺りからですね、圏央道にかけて交通網としては便利な部分となっております県道78号が駅前からです屋、ね、形と呼ばれる海水浴場の方へと向かう道路となっておりますその他木戸海岸この辺りが九十九里の浜辺この辺りが横芝光町となっております 海岸線、えー、の方は、館、小田れ、木戸、北清水、原方。えー、この辺りの地域が、くじくいの平野の方の地域となっておりまして、えー、中心部は横芝、鳥羽神、鳥羽神も、えー、宮川、えー、古川、酒田、えー、酒田駅がですね、えー、一応有名観光名所となっておりまして、 そこからですね内陸部にかけて、牛熊や木戸台、寺方、曽根合い、この辺りの地域、きいとかですね、地域になっていきます。ここが県道79号となっておりまして、多古町の方へと向かっていく道路となっております。まそこ、ま多古町の方へも一応結びつきはありまして、その辺りの方から、 内陸部にかけてですね、えー、結びつきがあって、で東西は匝瑳や山武、えー、といったところになりますね。まあ、基本的には、えー、九十九里の沿線ということで、えー、この辺りの地域との結びつきが強いということです。人口は2万1000人、水戸320人、えー、程度、多古町や芝山町、匝、え、瑳、ー、市、山武市が ですねえー、隣接自治体となっております国の史跡柴山古墳群、えー、小川台古墳群などの古墳が良好に保存されているという地域になっております千葉県北東部に位置し千葉市から約 35km の距離太平洋に面し九十九里浜および九十九里平野のほぼ中央に位置する地域、えー、中央部九十九里平野最大の河川である九里山川が、えー、流れております もう本当に駅の中心部からですね流れている川となっています、この栗山川ですね。1998年には千葉東金道路の松尾横芝インターチェンジができております、そして銚子連絡道ができたのが2006年、横芝光インターでいまして、その年にですね横芝町と光町が合併して、このような名前の自治体になったということです。 経済的な意味では古来より稲作が盛ん、大規模な水田自体が形成されているという、えーま、地域となっております。栗山川漁港が漁港、えー、としてあります。えー、鈴木キや東京エレクトロン、SBS ロジコム、日本フォームサービスなどの工場、えー、日本 GE エンジンサービス、航空機エンジンの修理等の、えー、会社があります。地域としましては、教育面では小学、中学校が、えー、小学校が7校、えー、中学校が2校、 高校が横芝慶愛高校、えー、あります。交通面は JR 総武本線横芝駅となっております有料。有料道路は松尾横芝インター、横芝光インター、国道126号線が中心道路、えー、地方道としては県道22号、えー、海岸線を走る県道35、45号、49号、62号、78号、79号と。観光的な意味では小川台古墳群、芝山古墳群、えー、三部 林波山貝塚、えー、という貝、ね、塚がありまして城市としては酒田城市というのがありましてふれあい酒田駅公園として整備されている地域となっております九中栗海岸の海水浴場としては木戸浜海水浴場、えー、夏季限定の海の家などがありまして赤海ウミガメの産卵地とされておりますそして館海水浴場はマリンピア栗山が上がる、えー、空港シャトルバスの終点ともなっておりましてサーフィンスポットとなっております 数少ない解析湖の一つとして、日草沼というのもありまして、絶滅が危惧される植物も生息。タコ光、光湿原、タコ町、横芝光町にまたがる湿原として、絶滅危惧される動植物なども生息している自然豊かな地域。坂田駅も解析湖の一つとして、坂田池公園は湿生植物園が整備されております。ということで、地図を紹介していきます。 大きな沼が南側に古くからあって、名前を読、読み読み方は難しいんですけど鳥羽沼という風な沼と、北側には坂田池というのがあります。そこからですね北側にかけても、ですねあ他の地域と比べても、ちょっと平坦な地域は多くなりまして、そこが川沿いの地域となっておりまして、タコ町と続いています。 でえー、古くから横芝駅は、えー、存在していまして、まあ、重要な拠点となっていたと、えーなとまあ、東西の、ねえー、拠点になってまして、古くから栄えています。栗山川がです、ねえー、非常にこう、まあ、市内のです、ねえー、大動脈として南北を貫いていると。でそこにかけて平地が、えー、あります。 昭和後期ご、えー、まも北側に国道が走っておりまして、そこらを中心とし、えー、住宅が発展と。そこから北側にかけて、えー、南側にかけて、ま、光町は横芝駅の北側にもともと存在した町となっております。で少し丘陵部があってで、南側は平坦な、えー、地域と。 まあ光町と横島町は,やはり川を隔ててもともとあったっていう感じになりますね。でまあ、現在になりますと、このような、ね、形になって。でまあ、平成、まあ、後期ぐらいからはインターチェンジがね横芝光インターが開通し、銚子連絡道としても重要な拠点となったという形です。 でまあ、そこから、まあ、海岸線にかけてですね、住宅街が広がって海水浴場としても有名という形になっています。ということで現在の地図です。駅周辺部にかけて、そして国道沿いにかけて町、えー、並みが発展しています。すぐ駅の近くに酒田池などがありまして町、えー、の大動脈となっている栗山川も有名と。 なっていますね、駅は特急も停車するような、えーまあ、比較的大きな駅となっております、まあ、南北と、えー、なって、まあ、さらには多古町の周辺部、えー、からもアクセスがしやすい駅となっております、まあ、少し南側に行きますと KI 高校があったりだとか、えー、こう。 城もいくつかありますで古墳なども有名となっておりまして、えー、高速道路も発展、で北側はですね、えー、平坦なところと丘陵台地と分かれているような地域になっています。えー、そこがまあ、捜査や山部と違うところですかね、えー、北側も、駅の北側も川沿いを中心に、えー、農地など、えー、田園風景が広がっているという形になります。 で南側にかけて住宅地が、まあ、散在しているという形になって、この海水浴場の周辺部も一部、この町に含まれる地域になっております。館の周辺部や木戸海岸、この辺りになります。はい、ということで、小芝光町紹介しました。